そろそろ行くか。おい、新次、ちょっと散歩行ってくるぞ。うん、暑いから気をつけて。あ、そういえば、陽一はどうしてるの？ああ、今日日曜日だから、まだ寝てるんじゃない？まったく、そういうところのだらしなさが就活に響くんだよ。ねえ、あなた、話があるんだけど。どうした？ねえ、お兄さん、いつまでいるの？ああ、仕事もまだ見つかってないみたいだから、しばらく我慢してくれよ。いくらあなたの兄弟だからって、私、気持ち悪いし。そんなこと言うなよ。一応兄弟なんだからさ。一番よね。そうだな。どう、茹ですぎてない？大丈夫？大丈夫。うまい。おいしい。そういえば陽一、お前仕事どうなんだよ。あんた休みだからってダラダラしてるから仕事見つからないのよ。うるせえな。兄貴さ、いくら兄弟だからっていつまでも俺面倒見れないんだからな。あいつには困ったもんだよ。出てます？あ、そうか、町内会の旅行、明日からか。たまにはゆっくりしてきてください。あ、そうだ、言い忘れてたけど、俺も明日から出張だわ。え、そうなの？ごめんごめん、言い忘れてたよ。明後日のお昼には帰ってくるから。ゆりさん、悪いけど陽一のこと頼むわね。じゃあ、行ってくるよ。気をつけて行ってきてください。ありがとう。じゃあ、俺も行ってくるよ。あなた、早く帰ってきてね。おい、ゆい、わがまま言うなよ。明後日には帰ってくるんだから。だって心配しすぎだぞ。さ、この時間だから行くよ。
ゆいちゃん、今日も暑いね。俺今日友達んとこ行くから遅くなる。先に寝てて。俺行くわ。ゆいちゃん、お土産買ってきたよ。こっち来て。ただいま。ただいま。暑いな。暑いな。本当帰ってきたくなかったわね。ゆいちゃん来ないのかな。ゆいちゃん、前に買い物でも行ったのかしら。本当に暑いよね。なんだ、いたのか。何かあったのか。すいません、具合悪くて。本当？じゃあちょっと休んでなさい。お父さん、お茶でも飲みます。今入れるから。